はい、もう一度水耕について。以前は書稿として完成させるまでは読み返しても手を入れないようにしていました。人によっては書きながら前の部分にもどんどん手を入れて直していくやり方で進める人もいるようです。水耕のやり方としてどちらの方が良いのか、それぞれのメリット、デメリットのようなものはあるでしょうかということですが、水耕に関して言うと、人によってやり方、程度っていうのは違ってくるので、一概には言えませんということです。僕の場合、一応僕は皆さんに準備を徹底して行うようにという言い方をしています。ただこれはあくまでも僕のやり方です。で、水耕、僕はそういうふうに準備を徹底してやるので、で水耕の段階ってほとんど誤字や脱字や変換のミスのチェックです。で篠田節子さんですとか柴田由紀子さんですとかっていうのは、その水耕は水耕でも書稿を書き上げて、まずとりあえず原稿を書く、書いてから、それからその原稿を見ながら、そのどことどこが分からないかをチェックして、それからもう一遍取材をして、もう一遍全部一から書き直す、そういうやり方をしています。ですので、デビュー前の新人がよくやることっていうのは、その遂行って言いながらも、そんなにごっそり直すのではなくて、その誰が読んでも分かんないような枝葉末節をごちゃごちゃいじくり回して、その結果締め切りに間に合わなくなるってことは結構あるんですから、一応それは気をつけてください。あともう一つ、ちょっとこれはその質問とは関係ないことなんですが、この人によっては書きながらも前の部分にどんどん手を入れて直していくやり方で進めている人もいるようですということなんですけど、この人によるっていうところの、この誰のことがよく分かんないんですけど、この人によるっていうことが、これがもし知り合いの、そのネット作家の話だったら、それは一応流して聞いた方がいいです。聞き流した方がいいです。なぜかというと、その人のやっていることで、その結果どうなっているかということをチェックすることが大切です。つまりネット作家から一歩も出てないようだったら、その人のやっていることはあまり当てにならんということですから。ということです。